新条例の監督による大ヒット作日本初上陸。代表着天下第一真身份的信安娘把这个交给你。幼い頃服作りの達人だった母を亡くした瑠璃は技を受け継ぎながらも密かに男として宮中で育てられる。不能让他知道你的真实身份呢。我有办法了。彼女は将軍に仕える青年に窮地を助けられ母の死の真相を追い始めるのだが、这个荷包是从哪儿来的？这个荷包上的绣法已经失传多年了。やがて二人は宮中に渦巻く陰謀に巻き込まれていく。映画を極めた武則天の東王朝を舞台に中国トップスターの豪華共演で描く宮廷歴史ドラマ、日本初風紀歌唱宮廷に咲く瑠璃色の恋、5月24日火曜夜11時スタート。